はり昨シーズンとはまた良くなっている、ね、まあそうですね、はい、まあ、今シーズン新加入のまあ中谷選手後ろというところで、鈴木徳馬から坂本伊佐、中央に宇佐美がいます。鈴木徳馬、宇佐美、縦入れる黒川、シュートを打ったか。昨シーズンもゴールを決めている黒川、はい、でそこはチームで共有できるかどうかも必要ですね、はい、上田かなり持ち上がりました。知念からのロングパスは仲間、ドラップでシュート、オフサイドフラッグが上がっています。ディレイがありました。さあ笛が鳴って、ああ得点が認められました。先制ゴール鹿島アントラーズ、仲間のゴールです。黒川が残ってたということですよね、そうですね、はい、そういうオンサイドということで先制ゴール、得点が認められました。ここでロングを使います。右のメルトン、中に入ってくる、共に倒れた、残したシュート、坂本伊佐、坂本のゴールで同点に追いつきました。3試合連続のゴール、力強いドリブルでしたね。まあ、ここダワン選手からのサイズチェンジ、まあ、ここ1対1っていうところで、まあ、ワントラップ目は素晴らしかったですよね。ここ倒れながらも最後まで、うん、しっかり坂本選手を見て、ブラウザーのクロス、坂本選手もしっかりとね、ここもよく倒れて次起き上がりながらね、ここクロス上げましたよね。坂本選手もしっかりとね、遠い方の左足で開きながら、体を開きながらファーサイドに、技術の詰まったゴールでしたよね。ゴール現在ゴール確認中ですが、今オフサイドありません。ゴール認められました。チェックオーバーです。動いて、そして入れてきたヘディング、関川空中戦を落とした。鈴木優馬が打った、そしてシュート戦、枠には行きませんでした。横パスから樋口、仲間追い越す安西ですが、クロスボールを入れてきました、抜けてきた、シュート、押し込みましたがオフサイド。さあこれノーノでしたが、背後っていうところを狙ってますし、はい、このシーンでもね手を挙げてますし、ここがこの鈴木の位置ですね。鈴木とノーノと、まあ、2人いますが、はい、鈴木ノーノの連携でこれは取れているかどうかね、はい、インターバルができるんですが、さあこれでゴール認められました。ゴール認められました。オフサイドなしという判定です。1対2鹿島アントラーズが勝ち越しました。キリキリですね。どうも3試合連続ですか。モロカモロカモロカ中に入ってシュート、道森もう一度、うん、そしてここで笛を吹きました。1対2鹿島アントラーズが勝利、勝ち点3を取りました。